はい、どうも皆さんお久しぶりです。翼三郎です。てことでグラビティデイズ続きやっていきたいと思います。さあ、新しい土地に来たのですが、まず早速、情報キャラクターの元に行ってから、ミッション行きましょう。さあ、お話を聞かせておくれ。やれやれ、やっと定期船が動くようになった。これでやっと工場の仕事に操けるってもんだ。ところでカラソンナ、最近姿を見せねえだろ。え、あ、うん、結局な、街が消えたり戻ってきたり、全部重力使い同士のいざこざだったらしいぜ。まったく重力使いなんて迷惑者は、このまま消えちまえばいいんだよ。そんな、それは誤解だよ。ん？なんだよ、あんたどうかしたか？もしあんた、カラソンナと戦ったっていう、争ったっていうもう一人の。え？あー、うん、用事思い出した、さよなら。やばいやばいやばい、なんか言われるよね。さあ、はい。亡霊もまたし、エピソード9。そうだ、復旧した港から船に乗って新しい町の風景を見に行こう。インダストリエ、工業の町ね。なんかきっと硬そうなものが溢れてるんだろうな。めっちゃアバウトだね。はい、ここ、あれ、もしかして久しぶりのシード？ようこそキトゥン、待っていたよ、君が来るの。うわ、なんか嫌な予感がする。実はなんと、またもやあの怪盗エイリアスから大胆不敵な反抗予告が。一緒にインダストリアのホーリージェムを守ってほしいんだ。うわ、やっぱり。もう前回みたいなドタバタは嫌だな。それがさ、前回の事件の後、エイリアスに刑務隊内部の情報が漏れてたんじゃないかって、俺を含めた、僭越だけの対策会議が開かれて、僭越って、役立たずのお調子者って意味で合ってる？ん？で、俺の作戦が採用されて、本物のホーリージェムを偽物のホーリージェムにすり替えておくことになったんだ。そう、それって前回失敗する作戦じゃない？大丈夫、今回は違うんだよ。本物のホーリージェムのありかを、知り、守っているのは俺を含めた少数精鋭の私服刑務官だけ。じゃあ本物のホーリージェムの現場を見回りに行ってきてよ。ボスにはちゃんとキトゥンのこと話しておいてからさ。ってことで、はい、これ。うわ、相変わらずだな。うん、でもホーリージェムは町のお守りなんだし、ここは町の人たちのためにも頑張るべきか。そうそう、頼むよキトゥン。なんか軽いよな。エピソード9、レスファン、え？あれ、なんか今回すぐに行っちゃったわ。さあ、周囲を見回りまーす。よい、おっと、なんかいるな。ドーン、はい、割り込み失礼。おう、重力使いの。この前は、疑っちまって悪かったな。あれからお嬢ちゃんのすごい噂をいろいろ聞いてな。とにかく今回の調査協力、よく引き受けてくれた。ボス、お嬢ちゃんは失礼ですよ。キトゥンさんですよ。キトゥンさん、こちらがボスのブルボサ。で、僕はシドウ先輩の後輩で、カンジと言います。今日はよろしくお願いします。あ、本当に今回は正式な依頼なんだ。よかった。こそこそするのは嫌なんで。でも大丈夫なんですか？シドの作戦、こう言っちゃなんだけど。大丈夫ですよ。シド先輩、おちゃらけれてるけど、頭は切れるんですよ。手先もものすごく器用だし。で、キトゥンさん、ここは我々、私服刑務官が警備を固めてるんで、偽物のホーリージェムの現場を見てきてもらえますか？偽物のある現場の制服刑務官には、ここに本物を隠していることは知らせてないんだ。そのことは気をつけておくれよ、お嬢ちゃん。了解です。じゃあ、現場見回り行ってきますね。シューン、あっちか、遠いな。ほら、いける、大丈夫。よいしょ、ここが偽物のアリカというわけですか。はい、お疲れ様です。警備の方はどうですか？万全です。町の守り、ホーリージェムは我々が守り通します。祖母からもホーリージェムを命に変えても守ると言われて、初任務がこんな大事件で緊張していますが、全力を尽くします。そうだ、この人たちは偽物を守ってるって知らないんだった。はい、よろしくお願いします。エイリアスが現れたらすぐに私に知らせてください。ピピピ、はい、こちらキトゥン、シド、本物と偽物の現状確認は済んだ？現場確認ですね。あ、済んだ。で、この後だけど、タワーの上とか高所の見回り頼めるかな。エイリアスは進出鬼没、油断はできないからさ。まあ念のためって感じで。それは確かに私じゃないとできないしね。わかった、任せて。よし、ってことで、交渉行きましょう。とう、
ほい。オッケー。やっぱり怪しいやつは見当たらない。どう？わ、爆発？ねえ、シド、今爆発が。キドゥン、ちょうど今緊急通信があったんだ。エイリアスの仕業だ。爆発予告が直前に本部に届いたって。もう一箇所、廃棄物処理施設にも爆弾が。頼む、廃棄物処理施設に大至急向かってくれ。爆破予告時間が迫ってるんだ。ここからじゃ俺たちは間に合わない。わかった、とにかく急いでみる。爆弾見つけ出せばいいんだよね。そう、それで見つけたら、ブツン。あ、間違った、途中で切っちゃった。あ、切っちゃったの？まあいいや、廃棄物処理施設に行こう。急ごう。どこ？お、廃棄物処理施設を目指せ。なんて噛みやすい名前。噛むわ。どこだ、そこか。ほいほい。あ、音が聞こえる。ゴミの中に爆弾か。とにかく探さなくちゃ。ほい。あれ、重力グラブ。ほよい。ほ、とにかくこれ邪魔だな。えい、どこよ。やべ、どれ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 。あった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 、あったけど、これが爆弾だよね。でもどうしよう。ほ、やばい。よいしょ、何これ、どうすんの。爆発物の起爆装置を解除しました。これでもう大丈夫。ああ、よかった。爆弾見つけたけど、どうしようと思って焦っちゃったよ。ありがとう、指導先輩も慌ててましたよ。キドゥンさんが途中で無線切っちゃったって。ああ、いや、だって急いでくれって言われて。ビビビ。こちら指導、カジ、キドゥン、今度はネビーだ。偽物のある現場にネビーが大量に現れたって。え、やっと爆弾見つけたと思ったら、今度はネビーが。わかった、今すぐ助けに行く。あ、いや、もともと偽物を警備している制服刑務官たちにはおとりになってもらう計画だから、カジとキトゥンには本物のある現場に戻ってほしい。どういうこと。シド先輩、了解しました。すぐに現場に戻ります。僕は応用呼んでから向かいます。キトゥンさんは現場に直行してください。ボスが指示をくれるはずです。では。お、とりあえず本物のいる場所に向かえば。ピピピ。ねえシド、こっちはキトゥンだけど。キトゥン、今どこだよ。早く現場に戻って、ボスや私服刑務官とホーリージェムの警護。あのさ、おとりって何のこと。そんなのひどいよ。私そんな指示は聞けないから助けに行く。え、 おい待てよ。ブツン。お、ってことでネビーだね。任して。必殺技、いけ。おらおら。お、もう一丁。外れた。おっと、待って。ジェム。それよりジェム。戦闘より金。キック。さあ、どうだ、これで。だ、大変なんです。仲間がネビーに押されて、タワーの上の方に連れ去られたんです。お願いです。仲間を助けてください。え、ネビーに？タワーの上の方ね。わかった。ここで待ってて。助けに行ってくる。去られた刑務官を吸収しろ。マジか。早く見つけ出さなかっちゃ。たま、あー、早い。誰か助けてくれ、頼む。了解。上に行く。ほっ、ほい。オッケー、丸ボタン、重力グラブ。どこ行くの。仲間のとこまで、そこか。ほっ、はい、これでいい。キトゥン、ありがとう。まだ他にはさられた仲間がいるんだ。助けてやってくれ。どこだ、どこ、わかんないんだけど。やばい、マジで場所がわからん。え、どこよ、本当に。ちょっと主観見てみるか。あ、あそこっぽい。いた！ほっ！やっと見つけた！重力グラブ。で、戻る。はい、オッケー！場所わからんとわからんわ、場所が。はぁ、助かったよ。確か、あともう一人、どこかで取り残されてるはず。そこ見る。ここ取った。あと、どこだ？あの上とかどうだろう。お、開いた！来た！なんでこんな目に。よいしょ、ちょっと待ってね、重力回復させるから。オッケー、行こう。ほっ、よっ。ん？うわ、ネビだ？マジでそんなん関係ねえ。ほら、こっちのスピードについてこれるか？ほい。ふう、あそこにいる間、生きた心地がしなかったよ。なんだろう、なんか違和感。ネビはなんで刑務官をさらってあんなところに置き去りにしたんだろう。今回の事件、変だよ。嫌な予感がする。もしかして、エイリアスは本物が別にあるって分かってる？にゃーん。ダスティ、お前もおかしいと思うよね。よし、本物がある場所まで戻ろう。
だね。やっぱ怪盗だけに、そういうことはちゃんと知ってる？ルパン三世だってその辺はちゃんとするよ。ほい。よいしょ。トウ。あ、みんな、何が起きてる？あ、出てきた。うお。やばくね？やっと姿を現したね、怪盗エリアス。なんでこんなことをするの？ホーリージェムは町の人の大切なお守りなのに。生意気な子猫ちゃん、小さな爪でハム買っても無駄だ。お前の爪じゃ私にかすり傷一つを負わせられない。早く尻尾を巻いて逃げ出すのだ。恥さらしな死に方をしたくないならば。あ、頭きた。頭きた。その言葉そっくりそのまま返しするよ。あんたみたいな悪党絶対逃がさない。エイリアスを捕まえろ。どこ？ほっ、どこ行った？こっち。いた。キック。やばい。キック。おら。キック。当たらん。キック当たらんないけど。マジで？必殺は使うしかないか。おら。キック。さあ、エイリアスが二人？どっちが本物？キックキック。おら。こっちじゃなかった。騙された。待て、キック。えい、食らってる？食らってないな。エリアさん、なんでネビーを自由にできるの？本当だね。キック。オッケー。ほう。また二人、どっちが本物？こっちだ。食らえ。お前が本物だよ、この野郎。ほら。やばい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 。あっ、ホーミング性能抜群。よし、オッケー。わ、エリアスがいっぱい。でもあれしかないじゃん、もう本物。くらえ。あ、逃げた逃げた逃げた。ほっ、キック当たんね。エリアスは攻撃できないのか、まだ。ほっ、エリアス出てきた。遠いな。無視していこうか、ネビ。ほっ、いた。待て。あ、俺横から行ったはずなんだけど。わあ、エイリアスが。マジで？なんかでかいんですけど。うわあ、とりあえずここから行ってみるか。くらえ。はい。で、一回引いて、この辺で必殺技。いけ。ほら。ほら。おらおらおら、この間無敵だから。よいしょ、こっち行って。キックしよう。おら、ダメ、弱点探さなくちゃ。多分顔をやって、ほら、これ当たるだろう。ゼロ距離。よし、オッケー。よいしょ。さあ、聞いてる、今がチャンス。今がチャンスって言ってもさ、どこ？来た！暗い！必殺技！えい！えい！えい、もっといけ、もっと。あ、もうあった。いた、来た、今。よし、オッケー。もう、次こっち。ほい、おし、来たんじゃない？おし、来た。タコ殴りの時間じゃい。ほら、ほい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 。もっと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 。えい、もっともっともっと、もっといけ、もっといけ、いけ。あ、もうゴリ押し、ゴリ押し、ゴリ押し。あ、終わった。終わった。来た、今だ。今だ、これ、ほい。なるほど、この瞬間を待たなくちゃいけないのか。でも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 痛ーい。と、回復取って、これは、おら、ちょ、なんで、おら、当たった。よしよしよし、もうゴリ押し、もうゴリ押し、もうゴリ押し。おらおらおら、よいしょ、もう一丁。オッケー、来たんじゃね。あれ、ちょっとミリ残ってんだけど。あ、これは必殺技のお時間でーす。あ、ミスった。マジの必殺技出してもだ。どこどこどこ、ここか。おし、来た。うわあ、猫ちゃん、猫ちゃんはしっかり。お、取った。やば。お、ゴミの中に。
お、やばくね。うわっ、わお、うん、うわ、なんか怪しい鍵。あ、土管のとこ戻ってきたんだね。うん、うん、あ、シド落ちるのか。ちょっと何やってんの。いただ、いや、どうしても知らせたいことがあってさ。これ、しかしすんごい場所に住んでんだね。生きたままたどり着けてよかったよ。本当、重力姫キトゥン、怪盗エイリアスを倒す。これが怪盗エイリアスの再起だ。おお、街を救うスーパーヒロインキトゥンに集まる市民の声。どう重力姫、刑務機関の中でも表彰の話が出てるんだよね。いや、いいよいいよ、私はただ町の人の役に立ちたくてやってるだけだし、そういうのって柄じゃないし柄じゃないし。あのさ、ところで、その、ん、いや、いつもとロシドの割合は一緒って言えば一緒なんだけどね。なんていうか、目のやり場に困るよね確かにロシドは同じだね信じらんない。ああ、冗談だって。お、調子が良くて頼りない刑務官指導。彼にかかると必ず面倒な事件に巻き込まれ、いつも振り回されてばかり。わお、あれ欲しいね、あのテレビでよく流れるわおってやつしかし今思い起こせば、その頃の私はそんな日々を楽しんでいたのかもしれない。キャー、よし、今日は3つ目の奪われた組を取り戻し行きますか。さあ、ってことで、奪われた組を取り戻すに行く前に、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。では、また、さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。僕のチャンネルでは毎日夜の6時から7時に動画を投稿しています。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひぜひ、下のチャンネル登録ボタンからの登録、お待ちしています。じゃあ、またねー。